こんばんは。始まりました、ショールーム始めました。シェアをします。今シェアをします。くまちゃん、みーたん、こんばんは。くまさんです。ありがとう、くまちゃん、こんばんは。名前を書きます。はい、できた。イエイ、よけじ、イエーイ、ありがとう。くまちゃん、お日様ありがとう。舞台の帰りの電車、くまちゃん、しゃじめて見たかな。お、こんばんみーたん、ぶちゃん、ぶっちゃんって言っちゃった新しすぎて笑う。ぶっちゅ、こんばんみーたん、なぜかぶっちゃんって言っちゃった。仕事の帰り、よっしー、ありがとう。お疲れ様、お仕事。帰りってことは何か交通手段かな。家ついてないってことだよね。今日の待ち寝と座れだけ、くまちゃん、じゃあ昼夜行ったんだね。今日内容違うの、やっぱり昼、あの毎回やっぱベテランの方とかさ、すごいアドリブとかこう入れてきそうやん。すごいよね、本当に。バレー優勝して打ち上げまで飲みすぎた、ぶっちゅ、おー、お疲れ様。いいね、バレー優勝おめでとう、すごい。ブッチがバレーしてるとこ見てみたいよね、動画送って。よいしょ、まだ電車、よしよ。じゃあイヤホンしてます。こんばんは、コロコロ、こんばんは、ありがとう。3連休ないです、よし。3連休、3連休あるっけ、ここ最近若干違ってた、くまちゃん。おー、なんかベテランさんとかさ、すごい快適きそうなイメージある。友達っていうか、まあ知り合いで舞台役者の追っかけをしてる知り合いがいるんだけど、結構違うんだって、やっぱ公演前、公演前全く変えてこない役者さんもいるけど、完璧にしてくる人もいるけど、変えてくる人の方が好きみたいな話を聞いて、舞台変更していいんだみたいな。ドラマとかさ、映画ならさ、それが使われたらそれが1回だからわかるけどさ、舞台もいいんだみたいな思った。今日はコーチだけどね、5時に試合終わって今まで飲み会だった部長。うえー、何時間、5時間ぐらい飲み会したの。何人ぐらいで飲み会するの。結構どんな話とかするんだろう。今日も舞台でめっちゃ笑った。おー、ゆけも今日行った、今日も行ったって感じ。面白いよね、あれは。本当に、本当に見てよかったと思ってますよ、私は。本当に、見てると試合出たいなーってなる、ブッチュ。出るやつは、ブッチュが出るやつ。イヤホンしてます、よし。そうね、爆音でこれが流れてたらなぬってなるわね。昨日今日明日3連休だよね。
明日も休そうなんだ。明日祝日か、そっかそっか。そうか、忘れてた。今日は選手とコーチ軍合わせて15人くらいかな。うん、めっちゃ多い。全員と喋れなくない？まあ一言ぐらいは交わせるか、全員と。まあ明日も舞台見に行くけどな、余計。おお、明日月曜か、祝日楽しんで。あそこの舞台のとこの近くにあるゴーゴーカレーをゆりと前は舞台の帰りに食べて、ぜひ食べてみてください、ゴーゴーカレーも。自分のいたクラブ解散してから5年くらい経ちますね。今もお手伝いばかりぶっちゅう。え、そうなんだ。めちゃめちゃ試合やってると思ってたよ私は。昼間見てきたけど男性軍の役者さんめっちゃ面白かった。コロコロ、うん、面白い、めちゃめちゃ。女の子もてか花魁可愛かった、すごい。踊ると思ってなかったし可愛かった、すごい。お、おのおたじやっほー、ありがとう、ありがとうございます。テレパシー感じているの。ゼロ円くまちゃん、何が。じゃあ自己紹介したいと思います。はい、私たちベッテルキルアイドル、キュインズパンチ、キュインズの好奇心旺盛南国娘、あっちみな、こっちみな、おのみな、みーたんことおのみな、18歳です。よろしくお願いします。あれ、緑推しの、水木推しのライバル、緑ティーの反応するオタクタジ。違う、これは高3の体育祭の T シャツだよ。1年高1高3緑だった、高2がだけ黄色で、緑強い、緑運強い私。パンチありがとう、コロコロ、イエイ。にしても夜配信といえば飲みなみたいになってきたね。深夜テンション好き、ブチュ。え、今日さそんなじゃなくないね。くまちゃん、午後カレー食べようって言ったら却下された。誰と食べようってしたの。関ヶ原ワースト時間かぶって残念やったな。残念なんで。ライブは見れないけど私は会いに行くので。ライブはね普段行ってるから、普段単独ライブワースタさん、普段オタ活してるから、関ヶ原は見れなくても、ライブ見れなくても、私は本当にワースタさんが大好きで、ワースタさんが大好きだから会いに行きますよ。会える会えないじゃなくて会いに行きます。私は結構言われるけど、時間一緒やんとか言われるけど、でも時間一緒なの奇跡すぎない？え、なんで時間一緒なんて。まあ私もなったけどね、ぶっちゃけ。よけ、ゴーゴーカレーはお皿がステンレスでスプーンとかカチカチを、あーよけっかね、やだ。でも美味しい。ステンレス苦手な人は苦手そうだね、本当に。うん、そんなんじゃなくて、そんなんじゃなくなく、そんなんじゃなくなくない。んタジ何言ってんの。後でワンワン見てね、クマちゃん見てるよ。見れる時に見てる、ワンワンワン。とか、まあ同じイベントに出るって事実が嬉しいような。嬉しいです。はい、私は本当に本当にね、ワースタさんが全アイドルの中で一番好きなので、うん、舐めてもらっちゃ困るよ。ステージは違えど同じ空間に推しのワースタがいるってすごいね、ブッチュ。そう、ステージはね、まあ格が違うから結構違うんですけど、格がっていうか、もう朝さんも結構ビッグじゃないですか、やはりこの私たちの代表するアイドル軍としては。だからあれなんですけど、コロコロ、ワースタラスト8時のあるよ。うん、そうなんだけど、やっぱ岐阜県ということで自分たちの物販が終わり次第の新幹線で帰る可能性もあるじゃないですか。わかんないけど、
なんか終わる時間がなんかラストの出演者以外物販時間が出てないからまだわからないって言われてるから、最後まで残っていいとか新幹線の時間が夜とかで残れるんだったら私は残ってみますけど、もしかしたら物販がこう早く終わっちゃったらそれの新幹線を取ってるからって言ってそれに乗んなきゃいけないかもしれないじゃないですか。だからはまだわかんないっていう、8時からのが見れるかもしれないし会うだけで終わっちゃうかもしれないし、もしくはいろんなことがごたごたになって会うことさえもできないかもしれないしっていう、わからないですけど、クネピと申します。クネピ、あ、そう、今日はおのみらと申しますって書いて、クネピありがとう。よけたじみけこ中野ちゃんくまちゃん、おー4人やん、すごい4人も一緒に。ちくわ神山、神山やっほー、おのみなゆえありがとう。やべ、頭おかしいのバレる、今さらタジも、うん、ちょっと意味わかんなかったかな、ちょっとわしも物販次第で車か新幹線で帰るのは決めるよ。そうなのよ、物販がわかんないから、うん、関ヶ原行くのも帰るのも大変だね、ぶっちゅね。あ、そうで、行くのは私はみゆのね、滋賀県でお世話、みゆの実家にお世話になることが決まったので、私とみゆはあの滋賀県から会場に行くんですけど、はい、あと他にも実家帰るメンバーいたりとか、うん、します。滋賀県ね、ね、行く、初めて。最後まで行ってお宅の車で、タジ、お宅の車で、なんだ、何、タジが隣の席で可愛い、よけ、あ、今、ん、今、あ、可愛いってタジがうるさいうるさい、あー舞台中ね、なるほど、隣の席すごいやん、関ヶ原10分で熱中症になるから見たら帰るかも、やば。ココちゃん、ココちゃん、ココちゃんだよね、ココちゃん、え、合ってますか。いやでも暑いと思う、岐阜県暑いって聞くし、キュイ本当に夏の昼のライブって外のあんましたことがなくて、去年かな一昨年かなアイドル甲子園で外でやってミユが死にそうになったっていうのを覚えてるくらいで、でもそんなの絶対それよりやばいやん、関ヶ原ってもっとお客さんいっぱいいるし、まああの戦国ステージに至ってはまあトップバッターなので人がどうなのかって感じですけど、私的には思いっきり球を広めるためにいる人すべてを巻き込めるようにちょっと頑張りたいと思います。22日になってよかった、会えるね、神山で行くって22日言ってたからよかった、会いに来て、会いに来てね、会いに行くよ、いつだって味方だから。お、そうなんだ、ブチュ。お会話が挟まると分かんなくなっちゃう。会えるといいし、見れるといいけど、みんなで帰りの時間確保考えるとなかなか大変やね、コロコロ。帰りの時間確保？どうなんだろうね。うん。あれ、そうだっけ、タジ。絶対言ってそう。関ヶ原、曇ったらいいのに、神山。あー、曇ったらちょうどいいかな。横丁ぐらいの天気でみたいな。それを水木にチケルよけじたじ、あ、そうなの、配達とかで、なになに、関ヶ原楽しんできてね、くまちゃん行ってきます、楽しみ。違う場所だけど今日岐阜 38.5、 そう、コロコロ、なんか見たニュースで岐阜がめちゃめちゃ暑いみたいな見て、え、やばたんみたいな。クーラーボックスと氷以外飲食物持ち込み禁止やね、神山。そうなんだ。でもかき氷とか売ってんだよね、関ヶ原って。去年とかの推しのツイッター見てたけど、なんかかき氷かなんか食べてた。トラトラトラタタ一番屋だよ。月から金から月曜まで岐阜にいる。ほう。関ヶ原の時ってことかな？ココちゃん。朝9時半、神山、そう、9時半から神山来て、
1回目は9時半から出演でも、やっぱり下克上ステージは狭いじゃないですか、めちゃめちゃ。なんで戦国ステージ見に来てほしいなって、まあ、どっちも見に来てほしいんですけど、戦国ステージ大きいので下克上見れるからとかじゃなくて、あの見に来てほしいなっていう。はい、朝一ってことは気温あんまり心配してないけど、お宅が入場間に合うのか問題。入場が入場が9時半視点でしょ、だから、あ、やばいやばい、見てみるね。今みはちゃおーちゃおーハロー、多治見暑いからガクブルココちゃん、多治見って場所なの？ん？関ヶ原もアイドルホテルも早起き確定ではなく、よけじ夏は早起きも多いね、ほんとに。え、待って、会場入りが9時半でしょ、それで9時半出演なの？え、それって大地くんじゃない？オープニングアクトが会場時間と同時みたいなやつと一緒やん。そんな扱いひどい。そんな扱いされてる。泣きそう。どうしよう。泣かないけどさ。ひどない？それ。めちゃめちゃ。最初だったら人いないやん。信じられない。ちょっと待って、耐えて耐えて。何、飲み物持ち込み禁止とな、コロコロ。ダメなの持ち込み禁止。ココだ一番、いや、あ、じゃあそうだ、ココちゃんで合ってるよね、ココちゃん。水で濡らす冷えタオルが必須だね、野外。みはくん。あ、なんか昔持ってたことあるな、扇風機持ってこまっとりえ、みんなからもらった。ファンの方からね、もらった。9時半って入場時間。なんか書いとったけど。ね、赤宮も。舞台見ての帰り中、暑い。みはくん、あ、みはも見に行ったんだね。おお、面白かったっしょ。会場は8時半。客がいっぱいで入場の窓口少ないとやばいぶっちゅ。8時半なんだ。あれ、更新してください。更新してください。ホームページ。出演11時でしょ？ 11 時もあるのかな？待って。9位は、ひどくない？ごめん、ひどいって言ったりなんだけど、1位で勝ったさ、アイチップさんもさ、言うて徳川ステージは徳川ステージだけど朝一だよ。そういう感じなのね、ファニコンのイベントの扱い。まあどこのステージもトップバッターはいなきゃいけないし、しょうがないか。9位は9時半からと、3時50分からです。10時からやろ、神山。なんで？何が？入場時間は8時半コロコロなんだ。ほえ、大抵に書いてあるわ、オープンオープン、8時半って書いてあるわ。関ヶ原の注意事項に書いてあったけど、中で飲み物買えって神山。ディズニーランドみたいな感じね。まあ、ディズニーランドも気にしないで飲むけど。チャオカナチーや、チャオカナチー、ハロー。勘違い、9時半か、ココちゃん。そう、戦国ステージ9時半から。チケ購入の時かなんかに時間確認したブッチ。でも大抵に8時半って書いてあった。こうホームページは変わってなかった、9時半ってね。頑張って9時半ギリギリ行けるかどうか。神山、おいでおいで。3回出るじゃん神山。
3回、うん、2回2回だよ。うん、一応確認してみたけど2回まあ、うん、2ステージってもともと出てたけど、プレミアムチケット入場と AB チケットが別だといいけど一緒だと間に合わないかもしれない。コロコロ、え、別の方が間に合うんだ逆に。一緒の、あ、別だとさ先にプレミアムが入場できるから後になっちゃうとかあるのかなと思ってて。 AB チケット前日アイチップ行って次の日キュイーンズ見に行く予定。ココちゃんを前日アイチップ、あ、そっか、勝ったから両日なんだ。そうだふえ、そうだそうだ、いいな。関ヶ原入場にめっちゃ時間かかるよかなち。でも1時間あるからだからまあ早く来ないと間に合わないのかもな。うん、下手すると入場待ち中に遠くでキュイのライブを見にすることになるかもや。うー、それはつらたみよけ。2階神山、そう2階キュイは天国ステージ、天国ステージ19時半からと離国場ステージ15時50分からで2回出ます。関ヶ原歌姫合戦アイドルウォーズ、本当にこのイベントは私よく知ってて、まあ自分が応援してるね、自分が大好きなアイドルさんが出てるから知ってるんですけど、結構知っててですね、去年は行くかどうかもちょっと迷ったぐらい、歌活として。まあ行かなかったけど結局は。去年はライブを並びながら聞いてたよ彼女。え、大丈夫？関ヶ原ってやっぱお客さんめちゃめちゃ多いの？岐阜県だし暑いしどうなんだろうと思って、普通に多いとは思うけど、なんて言うんだろう、そんな入場にめちゃめちゃ時間かかるぐらい多いとかはすごくびっくりだよ。朝からだったらめっちゃ多いよかなち。ふえすげー、私もどれくらいの方がいらっしゃるんでしょうかね。本当に関ヶ原楽しみ。20分だ、あ、違う、15分なんだよねステージライブが1回、セトリをね、もう悩むよね15分って。めちゃめちゃ悩む。戦国ステージもし入場間に合わなくて前に誰もいなくても悲しまないでね、コロコロ。まあやるよね、ちゃんとやるけど、トップバッターってそれがね一番こう恐怖心なんだよね。雨女いたらいいな、ここちゃん雨女。私はどっちかというと雨女じゃない、どっちでもない。1日目はプレミアムから入れるから普通のチケットだと後回しにされる。2日目は何？2日目はもうバンドしてるからスムーズになるよかなち。バンドって何？リストバンドしてるってこと？朝一でみんな入場するの？神山、そうだね、でもしないとトップバッターの9位は厳しいのかな。去年行った人の話だけど入場の係がもたもたしてる&入場口が少ないなどのことから、それで入場する人もお客さんも多いと、まあそうなるよね。わかる、私のワースト3の物販みたいな感じね。並んでる人は十分めちゃめちゃ多いのにレジは2個しかないっていう、まあ多い時は3個あるけど2個しかないっていう、いや回んねえだろって思って、そりゃもう何時間も待つわみたいな。かなち2日目、あー読んだわ、時間がかかるらしいよ余計。入場口少ないのは原因だわ。せっかくの発展生だしいいものにしたいよね、ぶっちいいものにしたい。まあね、そうね、みんなのおかげで出るわけだし本当に。だからね、来年はもうキュインズさん出していいんじゃね普通にって言われるように頑張ろう。
その通り、かなち。おー、そうなんだね。まさにゃんで久しぶり。まさにゃん覚えてるよ。Aチケットだから遅い中身は魔法。1日目は遅いのかな。今日は2日目だよね、かなち。そう、2日目。もう少しで駅に着くからまたね。おん、またね、くまちゃん、ありがとう。写真集出そう。どうした、まさにゃ。どうした、急に。私はまだ出せる身分じゃないよ。まず関ヶ原着いてもバス乗り待ちかも。バス乗り待ち、駅ってこと。なんか駅からバスだからみたいなね。え、最寄り駅ないんだもんね、ももくばり運動公園は。すごいよね、ほんと。だったら多分見れるかな。かなちよ、かなちぜひ来て、トップバッター見に来て。みんなトップバッターの話をめちゃめちゃしてるけど、ほんと15時50分からの下克上ステージもあるから。でも戦国ステージの方が大きいから、また見応えあると思うし、ぜひ来て。可愛すぎるから彼女、可愛すぎるからさ、彼女欲しい、彼女欲しいね。まさに2日目だとすでに入場バンドしてる人多いから、多いみたいだから、少しスムーズになること期待。コロコロ、なんですでにしてる人多いの。みんなお風呂入ってどうすんの、入場バンド。あ、プレミアムが入場バンドもしてあるのか。2日間のプレミアムとか。関ヶ原からバスで10分だよね、神山。そうなんだ、わかんないよ、まだそんなに詳しく。戦国そんなに大きくないから大丈夫だよ、かなち。そうなんだけどさ、まあそんな大きくないの。あの去年、一昨年のワースタさんの動画でさ、広さはもう確認してるんだけど、だけどやっぱ下克上かなり狭いじゃん。だからそれに比べたらさ、大きいじゃん。それに比べたら普通のいいライブハウスぐらいはあるわけじゃん。下克上めちゃめちゃ狭いじゃん。だから戦国ステージの方が見応えあるじゃん、やっぱり。だからみんな来てほしいなと思って。遠征オタク組は22日のみのチケット購入を昨日したんで、入場は遅いかもな。まあそうだよね、出演決まるのが早かった人の方がね、ファンの方の方が勝ってると思いますけども。そうだよね。そろそろ配信終わりよ。みなちゃん大人になったし、美人だし、魅力的。まさにありがとう。あ、でも大人になったの本当に当たり、本当に大人になりました。戦国より下克上の方が楽しい、かなち。え、なんでなんで下克上の方が楽しいの。めちゃめちゃ狭いなって思っちゃったよ、私。ぶっちゃけのところ、下克上にいるときはホテルに戻ってるかも、ココちゃん。なるほど、もう疲れたってことだよね、暑くて。じゃあちょっとここで告知をしたいと思います。次ね、キュインズのライブなんですけど、もう1週間もないね、7月18日水曜日にバンザイジャパンさんの生誕企画ライブで、生誕の儀、儀って読むの、生誕の儀わかんないけど、7月生まれを祝うんかいってことで、表参道グラウンドさんでね、ライブがあります。キュインズの出演は20時5分からです。遅めで2000円プラスワンドリンクなので、そんな高くないし。で、出演は平日で水曜日なんですけど、8時5分から20時5分からの出演で遅めなので、ぜひお仕事帰りとかね、みんな駆けつけてくれたら嬉しいです。遠征組はだいたい A220 番あたりで入場コロコロ。なるほど、220ね。いや、 B ではないんだね。 B は何、当日券。まあ行くから、神山ありがとう、待っている。ギ、ココちゃんありがとう、ギ合ってた、よかった。何でもいいけど間に合うように涼しい全力で盛り上げる、うちらにはそれしかできない。めっちゃ泣かせるな、泣かせるなよ、泣かしに来てるな。
はい、ということでその次のライブなんですけど、それが今話してるみんなと話してる7月22日日曜日に岐阜県の関ヶ原町という場所で桃配運動公園っていう広いとこでね、関ヶ原アイドルウォーズ2018関ヶ原歌姫合戦が行われます。またマネージャーさん歌の漢字間違ってる、指摘したいんだけどね、なかなか指摘する勇気が。ティーンズはそのね、そう22日日曜日の2日目、 2days の2日目に出演します。戦国ステージ、まず9時半から出演、戦国ステージのトップバッターです。入場時間は8時半みたいで、入場時間から1時間しか間ないんですけど、皆さんトップバッターだし朝早いんですけど来てください。そして下克上ステージは15時50分から出演です。はい、物販はまだ決まってないので待っててください。こちらはですね、ローソンチケットの方で予約できるので、詳細はツイッターの方で URL 飛んで見てみてください。 A46 番だ、ココちゃん。お、 A の2桁やね、いい響きだ。感動、ブチさんエコと言うな、コロコロ。なんかめちゃめちゃ感動した、ありがとうみんな。だから2番目の出番とかのファン、2番目3番目とかの出番のファンの方とかがこう見に来てくれたらちょっと嬉しいななんて、まあ、見ると思う。でもアップガさんのプロレスのかっこプロレスの方とプレイボールズさんとかが私たちの後にいるので、多分全然見に来てくれる方はいるんじゃないかなっていう、その最後の曲とかだけでも、最後から2番目らへんとか、まあ、最初から2番目か最後から2番目でトゥラブさんもいるんだよねこの日。私トゥラブさんも好きなんですよ、可愛くて。全力少女あるさんもいるし、同じステージ出るのは。あとはラブドルさんいるし、アンジュレさんもいるし、マネキュチャさんもいるしね、え、まあ、同じステージで私はトゥラブさんにちょっとお会いしたいなって思いますね。ミタリンさんとまた2回お写真撮ってもらったことあるので、また一緒にお写真撮ってほしいなって思います。だからお願いなので、開演に間に合って神様ブッチュ、神様、仏様、入場口をたくさんお願い。そう、もう神様に祈るしかよけ。神様じゃあ、そうだ、漢字のチケット取りに行かないと、コロコロ。よろしい、チケット。アップガは楽しみすぎてる、ブッチュ。プロレスさんでもね、アップガさんの曲やるからいいよね、でも本当に。ていうか、お飲みなが間に合うの、神山。え、何言ってるの。プレイボールズさん、この間札幌で見ていたココちゃん。おお、札幌か、すごいいな。鈴木亜美さん見たいんだが、神山。鈴木亜美さんどちらの方。え、トゥラブも好きなんか、ミナとアイドルの好み同じやのよけ。おお、同じ。私はミタリンさんが好きです。ミタリンさんめちゃめちゃ優しいんですよ、ほんと。挨拶めちゃめちゃかわしてくれるし、ほんとかわいい。チラシ配りするなら手伝うぞ。やろうからもらいたくないかもだけど、コロコロ。チラシ配りしてよかったら絶対関ヶ原でもすると思います。横丁とかしちゃいけないってルールあったらしくて、関ヶ原そういうルールなければ全然すると思う。トップバッターの爪痕残そう、ブッチュ。残す、頑張るね、頑張る、楽しむ。うん、ワイルフジノンやわ。ワイルフジノンってどういうことよけ。お飲みなの世代だと鈴木亜美さん知らんか、神山。鈴木亜美さん知らんな。はい、関ヶ原が終わったら次は、はい、大事、7月26日木曜日、もうすぐだね、アイドル祭2018、来てくれた人しか投票できない大事な大事なあれなんですけど、埼玉県の三芳町文化会館にて行われます。入場無料です。皆さんぜひ来てキュインズに投票よろしくお願いします。現地に来て専用の QR コードもらった方しか投票できないので、皆さん本当に応援に来てほしいです。お願いします。ずっと前から準備してくださってることもいっぱいいると思うんですけど、最近でも行く気になってくれた方でも本当来てくれると嬉しいので、よろしくお願いします。
で7月31日はクラブチッタ決まってて、8月13日月曜日はミユの生誕祭がね池袋ルイドケースリーさんの方であります。あと8月28日火曜日にゼップ東京さんでライブがありますね。ゼップ東京ですよ皆さん、楽しみ楽しみーたん。とにかくね次のライブは7月18日水曜日バンダイさんのライブに出るので、おもち参道グラウンドに20時5分からです。集合みんな。そして関ヶ原を岐阜県に集合、よろしゅう。ワイは夫人の間違い、よけ夫人、あ、フジノンか、フジノンさんね、かわいい、めちゃめちゃ。フジノンさんとも写真撮るの迷ってたんだけど、2回目三谷さんと撮った時は迷ってる、多分タイミングがあればしちゃうかも。三谷さんめちゃめちゃいい人なんよ、人柄にも惚れる。4時出発コロコロ、早いね。やっぱり私たちはやっぱ出演時間がこんな早いと思わなかったから、当日出発の予定だったのが、あの実家帰らない組がね間に合わないとことになった感じ。こんばんは、あたしか、こんばんは、ハラー。もう終わっちゃうけど、はい、クーブッチありがとうね、待ってます。とりあえず始発で向かう、何があるかわからんから。神山を、さすが、さすがです。ということで今日もおのみなのショールーム見てくれた方ありがとうございます。帰宅ったみはん、お疲れ、ただおかえり、ただいまとか言おうとしちゃった。じゃ私はもうそろそろ寝ます。ももクロさんの曲聴いてたら元気出た今日。じゃあねみんな、あ、ヨジャン埼玉の話、あ、コロコロ、なるほど、そういうことか。ランキングを5位から読みます。はい、5位ブッチュ、ありがとうね、いつも。4位シャークさん、今日コメントなかったね、珍しい、ありがとう。そして3位ヨッシー、ありがとう。いる、アバターなんか変わったね。そして2位はコロコロ、ありがとう。4時起き配当、ありがとうね、いつも。そして1位はクマちゃん、ありがとう。クマちゃんはもうまたねってなっちゃっていないけど、じゃあね、ありがとうございます。ブッチュー、コロコロ、神山、よけみは、ありがとうございます。ということで楽しみてくれてありがとう。最後自己紹介します。私たちイベントできるアイドル、キュインズパンチ、キュインズの好奇心旺盛な娘、あっちみな、こっちみな、おのみな、みーたんこと、おのみな、18歳でした。ありがとうございます。バイバーイ。